ヤクソンパサタイアライミマイハイソンコンプワンヤクソン、うん、あ名前はチェンベチェン私は名前はエジャンです。タイ語はチャンシュエーカ。チャンシュエーカ。名前はエジャンです。チャンシュエーカ。そう。でも男と女違うんだな。タイ語は日本語もそうですけど、エちゃんそうなんですよ。あの男性女性が違うんで。あ、ファンか文化とかみたいな、うん、シャンっていうのは女性のことなんですよ、うん、で僕らが言うのはポムなんです、うん、ポムやな、ポム、うん、ポムっていうのがまあ私、僕、俺みたいな感じで、いや、学ぶポムみたいな、ですね、ポムから始まってポムで、名前がチューなんですよ、うん、名前がチューで、だからポムチューで私の名前はで、その後に自分の名前です。あ、じゃあちゃんポムです、ポム。あの女性がちゃんになるわけで、あの女性が言う場合はで、僕らは男性なんで、うん、俺っていうのはポムなんですよ。ポムで、女性がちゃん、シャンです。そうです、だから僕だと、うん、ポムチュー宮川になるんですよ、うんうん、じゃあちゃん言う、ちゃんがそうなのかな、もう。あ、ちゃんは女性が自分で私って名乗る場合です。だから男性はちゃんは使わないです。ポムポムやポムです。で、あなたはまた別で言葉があるんで、うん、例えばあなたの名前は何ですか。えちゃんか。あなたの名前何ですか。パサッと。くんしゅうあらいか。くんが あなたなんですよ。で、ちゅうが名前で、あらいっていうのは何、うん、くんしゅうあらいか。くんしゅうあらいで、あの名前は何ですか、うん、で、ポムチュー、まあ、木村やったら、うん、私の名前は木村です。で、A ちゃんが言う場合は女性なんで、うん、シャンシュー A ちゃんは、うん、私の名前は A ちゃんですという感じ。へぇー、ヤクソンロアニ。そうですね、名前はチューなんですね。ちゃんが私で、ポムが俺じゃないですか。まあそんな感じです、はい、僕俺みたいな、はい、だ僕がシャンシューって言ったらオカマっぽいやつですね。そうなんです。だからそういう結構ギャグができます。あ、これタイ、ใช่ไหม？ก็タイ、日本、同じ。だが、日本、ก็คือ日本。日本、日本。パサタイ、日本。日本はタイ語で日本ってことです。お、日本。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 じゃあアメリカは？アメリカ。イタリアは？イタリー。あ、イタリアはそんな感じ。韓国は？カオリー。カオリータイ。中国。チャイナ。จีน。ไม่ถ้าเกิดฉันเป็นคนไทยไงก็เลยนี่ผมเป็นคนญี่ปุ่นบอกได้ถ้ารู้ญี่ปุ่น。คนっていうのはเสียไม่ใช่จีนจีน人です。จีน。私はไทยจีนです。ฉันเป็นคนไทย。そうそう。ก็私は日本人です。ポンペンコン一本か。私は日本人です。うん、うん、でも、ね、日本だけえらい印象の人多分な。日本、そうです、面白いなやつな。日本、うん、日本な。タイ、ポンペンコン日本が大変よ。タイ語はあの音の高い低いとか、うん、あの長い短いがあるんですけど、うん、変わらないんですよ。へえ。例えば音の短い単語とか長い単語とか、こう音程が下がるタイ上がる単語があるんですけど。うん、その怒ってても泣いてても喜んでても変わらないんですよ。ああ、へえ、はい、日本変わるもんね。なんか感じるけね、あのインターネットもちょっとそうそうそう、だったり噴火で当たったけど、そうですね。日本語の場合やとロボットみたいにこんにちはって伸ばしてもまあ通じるんですけど、うん、タイ語でそれしちゃうと通じないんですよ。あ、へえ。だから厳密に言うとカタカナで読んでも厳密には通じないんですよ。アロイ。そうです、うん、なんか雰囲気で、だから、うん、僕らなんかがアロイってタイで言うと、あの雰囲気で食べた後に言うのは大体この言葉でしょっていう予測からか、うん、あの、うん、理解してくれるんですけど、うん、音では理解してくれないんです、うん、おそらくは美味しいって言ってるだろうこの人っていう。いや、ほら、そうそうそう、非常に怒ってる時のアロイとはこれもうアロイ、はい、声の大小は変わるかもしれないですけど、アロイ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 、イントネーションは変わらないです。うん、えちゃん、うん、いや、こ分か。えちゃん、ダッ、ちょっとレジに読みながら。ダッカップスパイシーな、ダッコーレコスパイシーコーな。
ね、カモ、うん、タイ語はね、カモと鳥のカモと辛いが音が似てるんですよ。うん、カモコンレコペッコな、あ、スパイシーな。カモカモペッ。カモペ。え、カモがカモペ。まあまあ、パサタイパサタイじゃん。ペッペッ。辛い？あ、今一応聞いてくださいね、一回、二、うん、個ね、違う単語なんで聞いてください。ペッペペペッペペ。違うのは分かりますか？ペー、あ、ペー、あの、ペー、はい、これな、はい、1個目と2個目違うの分かりますか？ちょっと、分かりづらい、聞いてくださいね、1個目の音と2個目の音が違う音なんですよ。ペー、ペー、うわー、分かりにくい。で、1個目がカモで、2個目が辛いなんですよ。ペー、ペーが辛いやろ？ペーがカモやろ？カモ、ペー、ペーやろ？辛いペッ。これがね、僕いまだに言えないんですよ。え、普通の聞き分けはできるんですか？間違える、間違える、おせる、トークマイ、おせるやな、ほな、ニアファな、ニア、ニアファ、辛い、辛い、辛い、あ、僕辛い、ペペやな。1個目言うて、辛い、辛い、アンディオ、辛いは近いで、辛いは遠いです。あ、あ、わら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 、近い遠い、辛い辛い、これも音が似てて、うん、あとはえちゃん何で、ピーピー、あ、イントネーションこれ、これ音全く一緒でイントネーションが違うと思うんですけど、もう一回聞いてくださいね。ピー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 、うん、一つ目はピーって下がるんですよ、うん、もう一つはピー、うん、上がるんですよ。で、下がってる方の P はあのお兄さんお兄さんっていう P、うん、あの継承なんです。お兄さん、あ、お姉さんでも使えます、うん、あのちょっとちょっとって、うん、で P って上がる方は幽霊なんですよ、うん、はい、うん、まあまあ、そう、まあ、声も違うの分かります？まあ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 、まあ、まあのまっすぐの方はおいでおいで、まあ、で、おいで、まあって上がるのは犬です。うん、おお。まあまあ。馬は馬。ん？馬。まあ。まあは馬です。馬。だからこれがまあ、で、まあ、馬がまあ、で、おいでがまあです。犬と馬なんかちょっと見分け、聞き分けがつきにくい。だから例えば犬と馬がいるとして、うん、おい犬馬おいでって言うとすると、まあ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 、まあ、ってなるんですよ。言ってえちゃん、ホス、ドク、カン、ボーカイヌ。まあまあまあに、まあまあまあに。まあディアゴ大丈夫。そうなる。ぶっちゃけこれあのタイの人でも聞き違えることあるんじゃないですか。コンタイファンピって見ない？ないです。あれ分かる。フライとフライ、フライ分かる。ああ近い遠い。そうあれがこういうの距離やな。だからフライは遠いやな。だからフライは近いやな。そう。こういうことやな。こういうの距離やな。お二人から何か教えたい日本語ないですか？あ、教えたい日本語、はい、どういたしますとかタイにあるんですか、ね、あ、どういたしまして、 You are welcome じゃない、ユンディチガルチャーマイマイマイ、 You are welcome マイペナイじゃない、ルーファミンディーうん、どういたしまして、わかる、知ってる、ユンディ あんまりタイは深んない、違いますか？もう一回ポートライや。ああ、チャイロ、チャイペンマイエちゃん、パサイプン、カオヤクソン。ああ、どう対処？ウェラチュアイ、ランチュアイ。うん。キマさん何かないですか？え、なんか教えたい日本語。僕？これ覚えてくれみたいな。え、ないな。ない。次はマイペン、マイペンライはあれは。マイペンライ。うん、気にしないとかなんかそんな。うん、そうですね、マイペンライは気にしないでですけど、多分どういたしましてもう同じ、あ、あ、同じような、うん、あ、違うかな、うん、マイペンライは、マイペンライは大丈夫ですね。そう、タイは結構マイペンライ気質って言うんですけど、うん、マイペンライって大丈夫大丈夫気にしないでって言うんですけど、うん、結構そういう気質で、うん、いう感じがあります、
ノープロブレムみたいな感じ。あ、そうですそうです。結構タイはもう大丈夫って感じで、うんうん、例えばなんか友人の紹介でいろいろ回るプランを立ててて、その中に金閣寺も入ってて、うん、で時間的にちょっと都合で金閣寺はもう外すことになった時に、うん、僕なんかのガイドでこう友人案内してたらむちゃくちゃがっかりするんですよ、うん、あ金閣寺せっかく連れて行ってあげようと思ったのに、うん、もう時間的に無理や、閉まってまうわみたいな、うん、ってなってごめんみたいな感じになるんですけど、大体、うん、タイの人は別に、うん、別に行けたら別に、うん、最悪10個のうち1個ぐらい行けたら別にあとは喋ってるだけでもいいかなみたいな、うん、で僕なんか結構気にしいなんで、うん、うわここ連れて行けんかったみたいな、うん、僕は結構気にするんですけど、うん、タイの人は結構気にしない気質っていうか、うん、何でもいいな、うん、何でも洗いこない、何でも十分。十分。あれな？ญี่ปุ่นออกเสียงง่ายแบบอะอีอูเอโอคือพูดชัดไอ้จังสึกับสึพูดยากแต่เขียนยากไหมเขียนยากคันจิมันสึกชิบあの日本語は音が簡単でやっぱり英語は難しい。でも書くのはむちゃくちゃ難しいんですよ、漢字も含めて。ああ、そう。なるほど。音は簡単やな。でもタイ語は音が難しいんですよ。日本語にない発音がいっぱいある。そう。書くのは実は。ก็จบไปแล้วนะคะ วิดีโอสอนเพื่อนทักกับพูดภาษาญี่ปุ่นนะก็มีเวลาสั้นๆแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยไม่ได้มีการสอนอะไรมากแต่เอกับทากะดีใจมากๆนะคะที่เขาสนใจภาษาไทยแล้วก็อยากจะรู้ว่าภาษาไทยเป็นแบบไหนก็วันนี้สนุกมากๆอีกวันนึงเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้ไปกับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ